サントス・ドゥモン空港は、ブラジル連邦共和国のリオデジャネイロ市内にある空港。リオデジャネイロの市内中心地にあり、リオデジャネイロにある定期民間定期便が乗り入れている空港の中では、最も中心地に近い。しかし1500メートルに満たない、滑走路が2本しかない上に、立地上拡張も難しいことから、現在はボーイング737シリーズや、 エアバス A320 シリーズ以下の大きさの旅客機による国内線と個人用小型機のみが運行されている。初代ターミナル1936年に当時ブラジルの首都でブラジル第二の都市であったリオデジャネイロ発の民間航空機兼用の空港としてリオデジャネイロ市内中心部から2キロの位置にあるボタフォゴア。なお、空港名はリオデジャネイロ出身の航空家で 南アメリカとヨーロッパの航空のパイオニアのアルベルト・サントス・ドゥモンから取られた。リオデジャネイロ市内の中心部からわずか2キロの海岸沿いという利便性の高い場所に位置しており、1950年、ガレオン国際空港の開港後はすべての国際線の発着が同空港に移転したほか、1950年代後半に就航したボーイング707やダグラス DC-8、 コンベア880をはじめとするジェット機を使用した便は滑走路長が足りないためにすべてガレオン国際空港を利用したガレオン国際空港の運営開始後もリオデジャネーロ市内に位置するという地の利の良さを生かして国内線専用空港としてバリグブラジル航空のロッキード L-188 エレクトラやバスプ航空の日本航空機製造 YS-11 などによって ブラジル国内各都市への国内線が多数運行されることとなった。特にサンパウロのコンゴーニャス空港との間に複数の航空会社によって運行されているシャトルビン・ポンチ・アエーレアは現在も世界有数の高頻度運行と旅客数を誇っている。また1500メートル以下の滑走路しかないにもかかわらず、1960年代以降にト機が普及してきた後も、 これらの航空会社のボーイング737やエアバス A320、フォッカー100などの中、小型ジェット機を中心に運航されることとなった。1999年に火災で旅客ターミナルのほぼ全域が消失し、その後一部機能が回復するまでの6ヶ月間、共用再開後も中、小型ジェット機の発着には不十分な短い滑走路2本のみで運用され、 しかもエプロンや旅客ターミナルの狭さから慢性的な混雑が問題となったことから2004年以降はサンパウロのコンゴーニャス空港へのポンチアエーレアやベロオリゾンテやブラジリアなどへのシャトル便を除いた一部の国内選定機便が当時稼働率低下に悩まされていたアントニオカルロス・ジョビン国際空港へと移り混雑状態は解消されるかに見えた。 ラタムブラジルのエアバス A319VLT カリオカの駅2007年にはボーディングブリッジもある新旅客ターミナルの供用が開始されたもののビジネス客が多いドルバコ路線であるポンテアエーレアは日中は10分から30分に1本程度と運行頻度が高く利用乗客数が多い上その後アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港の稼働率が急速に回復したことを受け 再び利便性が高く集客に有利なサントス・ド・モン空港に乗り入れてくる航空会社が増加してきたことから利用客が再び増加し2007年には年間で321万4415人の乗降客数を記録するなど混雑状況が復活することとなった。なお、これらの民間の定期便以外にもリージョナル機や政府専用機、空軍機、プライベートジェット、 ヘリコプターが利用しており、2007年の離着陸数は65,689回を記録した。現在は旅客の動線を分けて混雑を緩和させることを目的に、新ターミナルが出発旅客用に、旧ターミナルが到着旅客用に使用されているほか、空港内及び空域内の混雑を防ぐために、これまでは1時間に23回の発着数だったものの、現在、また、 滑走路が海にせり出して設けられているものの空港自体が市街地にあることから共用時間帯は午前6時から午後11時までに制限されている。2016年には2016年リオデジャネイロオリンピックとリオデジャネイロパラリンピックの開催に合わせて開通した路面電車 VLT カリオカの駅が旅客ターミナル前に完成し共用が開始された。ラタムブラジルのエア また、路面電車、VLT カリオカの駅もある。市内中心部と近いことから、路面電車、VLT カリオカや、タクシーや、自家用車でのアクセスのほか、リオデジャネイロ市内の、主なホテルや、バスターミナル、鉄道駅及び地下鉄駅との間には、定期バスが高頻度で運行されている。また、リオデジャネイロ市近郊のアントニオカルロスジョビン。 国際空港やジャカレパグア空港との間にも、リムジンバスや各航空会社運航によるシャトルバスが高頻度で運行されている。ありがとうございます。